とりあえず一旦チャンネル登録しよう。はい、どうも皆さん、こんにちは、コスケでーす。前回もね、多分動画に上げてると思うんですけど、多分ずーっと前に。今回はね、モンスターを仲間にする方法、まあ、簡単なものでね、紹介したいと思います。で、まず必要なものなんですけど、株の種買ってください。株の種はね、もう山ほどあれば、あるに越したことはありません。それと、これですね、雑貨屋さんで買えるブラシ。これは、ね、モンスターを撫でることによって、仲間になりやすくなるんですね。で、今回は何を仲間にするかっていうと、昨日の動画でね、牛は4匹目以降めちゃめちゃ仲間になりにくいっていう話をしたんですけど、見てくれてる人ならね、ちょっとわかると思うんですけど、今回はね、その、牛ちゃんをね、捕まえていこうかなと思います。で、今、ボックスこんな感じでーす。で、理想なんだけど、理想は牛1匹の時がいい。これ。で、まず、こうやって、なでなでするでしょ。こっち来てくれ。こっち来てくれ。で、こうやってなでなでしたら音符が出るんだけど、これで4回目、5回目、6回目、7回目、8回目、9回目、10回目、11回、12回、13回、14回、15回。で、これで16回目からはもう出なくなります。そしたらこれは、今自分が一番仲間になりやすい状態なんですね。で、この株の種を投げていきます。そう、まあ、で、このね、もう自分5匹仲間にしてるんで、めちゃめちゃ仲間になりにくいですね。本来の1匹目、2匹目とかだったら、こんなか、すぐね、3個とか4個で仲間になるんですけど、まあ、今こんな感じなんで、全然仲間になんないですけど、よくね、株の種でね、仲間にできますって言うと、株の種でどうやってモンスター仲間にするんですか、食べるんですかみたいなこと言われるんですけど、大体ね、その、敵に、あ、やった。あのね、味方というか敵にダメージを与える系の食べ物じゃなければ、大体ね、誰でも仲間にすることができます。あ、今、宝箱あった。待って、これ大丈夫かな？俺、今ね、ちょっと枠空いてるから、あ、空いとったわ。で、またね、こんな感じでやっていくんだけど、普通にね、やってもね、全然仲間になんないんですよ。だから、ブラシで、ゴシゴシしてあげることはね、めちゃめちゃ大事ですね。はい、ということでね、まあ、こんなにいっぱいあるんだけど、牛とか、まあ、牛に限らずね、自分の欲しいなって思ったモンスターは、一旦ブラシで15回こすってあげて、アイテムをいっぱいこう投げてあげましょう。で、あれね、連続でこうやって上げすぎると、今めちゃめちゃギリギリだったのに。いっぱいね、連続で上げすぎるとなんかね、表示がね、バグってね、なんか、仲間になりにくくなるみたいなのがあるんで、ほら、なんかこの、わかる？なんかね、このマックスまで行ってから、なんかこれ消えたりするんだよね。だから、ほらほらほら、何これみたいな。だから、しっかりと一個ずつ反応が出て、バッテンが出終わってから上げるよう心がけましょう。はい、ということ、おお、すげえ。これは確率かなり良かったですね、運が。これで今、7匹。まあ、このデータはちょっと、削除用データなんで、セーブせず消すんですけど、まあ、こんな感じでね、皆さんもね、牛捕まえてみてください。それでは、さようなら。